終わりだ。はぁ、すっげぇ、ここが帝都か。なんだよ、試すぐらいいいだろ。ふざけんな、この不況で希望者が殺到してんだ。少年はさ、帝都にロマンを求めて地方からやってきた口だろ。なぜわかる。金、私の知り合いに軍のやつがいてな、そいつに小遣い出せばすぐだ、すぐ。あのおっぱいじゃなくて、あの女、勉強になるってこういうことかよ。アリアお嬢様はお前のようなやつを放っておけないんだ。お言葉に甘えておけよ。それにしてもいるんだな、帝都にもこんなに優しい人たちが。辰巳はその村から一人で来たの？いえ、三人です。実はその後野党に襲われてチリジリになったんです。まあついてる。最後はいい人たちに助けられたな。大丈夫？変な声を出すなよ、聞かれれば打ち首だ。何の修行ですか。なんだ、さっきナイトレイド、富裕層だからってここも狙うのか。すぐ向こうで会える。娘まで情けはないのか。情け、無茶す。こうなったらやるしかねえ。葬る。待ちやがれ。少なくとも今の俺に勝てる相手じゃない。村の連中が守ってくれたのさ。あの時のおっぱい。そうだよ、美人のお姉さんだ。おっと、逃げよってのは虫が良すぎだぜ、ジョーちゃん。その女がサヨをいじめ殺しやがった。聞か、いや俺が切る。ここの夫人は人間を薬漬けにし、その様子を日記に書いて楽しむ趣向があった。なんなんだよこの展開。仲間に入る決心ついてないんですか。そうなんだよ、不合格ね。とてもプロフェッショナルな私たちと仕事できる雰囲気ないわ。そろそろレオネ姉さんの風呂の時間だ。ほら、あそこにいるのが赤目、可愛いだろ。ボスよ。おかえり、何か土産あります。それよりもレオネ、まあとにかくやってみろって。帝都へ出て出世して貧困に苦しむ村を救うつもりだったんだ。なるほど、ならば余計にナイトレイドにぴったりだ。腐敗の根源である大臣をこの手で撃つ。さつみ、どんなにお題目をつけようがやってることは殺しなんだ。村には大手を振って帰れなくなるかもよ。いいさ、それで村のみんなが幸せになるなら。味見や試食が無限だから炊事なんだな。そんなことはない。爆笑。標的は帝都警備隊のオーガと油屋のガマルってやつだ。これはその時の依頼金だ。よくこんなに貯めたな。私手配書出回ってないよ。やれるか。難敵なほど腕が鳴るね。経験なら。あれはお前が憎しみで振るった剣だ。まだ行かせてもらおうかの。ああ、行かせてやろう、ガマル。人の気配がねえな。ほら小僧、ここならいいだろう。俺が刻む。いやー、なになに。ごめん赤目、俺誤解してた。いい、あいつですか。なんかおかんがするわね。